2012年の始まりっていうのは、アウディにとってはかなりその大きな GT3 車両の変更があった年なんですね。我々はその前の年からアウディ R8 を投入してたんですが、ちょうどタイミング的にフルモデルチェンジの時期を迎えて、チームの方としてもどちらにするか悩んだっていう、そういうシーズンの始まりだったんですけれど、結果的に古い方、2011年モデルで参加するという決断をしたんですが、これがやはりレギュレーション的に裏目に出てしまって、新車の2012年ウルトラというモデルを、投入したチームとはかなりスタート時点で差が出てしまったっていう、非常に辛いシーズンでしたね。2大体制ということで、かなりそこら辺の情報量、それからセッティングの共有性等も含めて、そこで利点を見出せるかなと思ったんですが、それも、ドライバーラインナップの問題も少しあって、情報が錯綜してしまう状況の中で、セッティングとか戦い方とか、チームのまとめも含めて、非常に忙しい反面、有意義な情報を得られない、有効な作戦を立てられないという、非常に厳しいシーズンを途中まで、夏、そうですね、鈴鹿の1000キロ、中盤戦までは強いられてたのは事実です。そこに、鈴鹿1000キロの、ピンチヒッターというか、助っ人ドライバーとしてリチャード・ライアン選手が、加入して、そのチームとしての総合力を上げるような結果をもたらしてくれまして、そこからは、ドライバー一人が変わっただけなんですけれども、それに対しての得るものが非常に多く、結果としてはなかなか出せなかったんですけれども、トップ10に入る実力を持ったチームとして戦うことができたので、半分満足、それから半分、反省点ということで、プラマイゼロというようなシーズンを送らせていただいたかなと思ってます。我々はその去年の2012年ウルトラというモデルを経験してないので、11年モデルからの変更という形での受け止め方しかできないんですけれども、圧倒的にまず軽くなってますね。それから、空力が非常に良くなってます。もう一つは、コンポーネントを変更ということもあったんですけれども、タイヤサイズの変更も含めて、LMS11 年モデルに比べると、メカニカル、それから、空力、エンジンも若干の改良を加えられてます。総合力としては非常にアップしてる車だと思いますね。なぜ11年モデルでやってたんだろうと比べるのが嫌になるぐらい、その中高速のコーナーリング性能、それからブレーキング性能が向上してて、タイムだけで言いますと、タイヤの差はあれども、2秒 2.5 秒は確実に速くなってますね。周りの GT3 車両もバージョンアップしたっていうこともあって、タイムは上がってるんですけれども、そういう意味ではその11年モデルを使った2年間に比べると、今年のその岡山の GT テストはある意味脅威を感じるぐらい良かったです。その結果的にも、2番手という順位で終わることができたのも含めて、非常に有意義な、それから結果も良いテストだったので、開幕戦に向けてはかなり期待が持てるかなと思ってますけどね。去年のですね、失敗というか、反省を踏まえて、2大体制という形は取らない決断をしました。一番大きな理由はやはりコスト的な問題と、それから、車体が大きくなった分、動きづらかったり、それから物が十分に揃わなかったり、メンバーの
その集中力が散漫になるというような大きいろいろな反省点があったんですね。それを踏まえて一大体制で集約しようと、アウディ R8 が日本に初上陸した時から今の車を知り尽くしているメンバー、その中でも昨年の結果を出してくれたメンバーという、強力な、スタッフを手に入れたという状況ですね。監督およびエンジニアは、私が3年目の実績をもとに、継続して行うことになってますんで、体制としてはかなり、3年やった中では一番強力な、体制をとっているかと思います。ドライバーに関しては、レギュラーで、過去2年間アウディ R8 に乗ってた都築章浩選手、それから、昨年から、うちのチームのかなり強力な、結果をもたらしてくれるという意味でリチャード・ライアー選手、去年の、メンバーとして、継続という形で、頑張ってもらうことになってます。アウディ R8 としては2年、今年で3年目になるんですけれども、GT に参戦という意味では、2年目という形なんですけれども、昨年は鈴鹿1000キロで、表彰台を目の前にして、トラブルによるリタイアということでかなり悔しい思いをしましたが、そのメンバーが引き続き今年もという意味では、もう間違いなく表彰台は狙えるであろうと、それから、昨年の実績でもありますけれども、トップ10を、常時走り続ける、それから表彰台もちろん、優勝ももちろんという形で、結果的にはチャンピオン争ってたなと、うまくいけばチャンピオン取れるんじゃないかというような、厳しいしかも激しい、結果を手に入れられるように、頑張っていきたいのかなと思ってます。昨年までは、横浜タイヤさんにお世話になってたんですけども、今年からハンコクタイヤさんと、一緒にお仕事をすることになりまして、タイヤ自体のポテンシャルは非常に高いんです。実際にテストの結果も非常に良かったですし、予選のタイムも、かなり評価できるパフォーマンスを出してます。レースラップに対しても非常にいい結果を得てます。ただ昨年とはかなりドライビングを合わせないと難しいタイヤなんですね、今のところ。理由はハンコクタイヤさんはポルシェで今まで実績を作っておられたタイヤメーカーさんなんですが、今年からうちのアウディを担当するということで、ミッドシップの車はまだ経験が浅いんですね。だからタイヤのパフォーマンスはいいんですけども、バランス、それからドライビング、そこに合わせ込むことができないパフォーマンスなんですね、今のところは。なので、鍵となるのはなるべく早い段階で、そのタイヤに合わせたドライビング、もちろん車のセッティングもそう、それからハンコクタイヤさんにはミッドシップの車をなるべく早い段階で理解してもらって、そのパフォーマンスを十分発揮できるようなタイヤを作っていただくというところが今年のシーズンの結果をかなり大きく左右すると思いますね。2年間の勉強の期間を得て、今年一津山レーシングは自社メンテという形で大きなスタートを切りました。反省点いっぱいあります。それをとにかくバネにして、いい結果を、当然、優勝を狙って、それからチャンピオンを狙って、本気のシーズンを過ごしたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。